万平ホテル入り口コンベンションホールザ・ハッピーバレー名前の由来はホテル裏手にある別荘地幸福の谷万平ホテルは長野県北作郡軽井沢町にある老舗ホテルである軽井沢万平ホテルとも呼ばれる運営は森トラストのグループ企業である株式会社万平ホテル江戸時代後期に佐藤万江門が万平ホテルの前身となる亀を 旧軽井沢銀座に開業。1886年、秘書地としての軽井沢をイギリスに寄港。建物の雰囲気が似ていることもあり高く評価し、後に軽井沢を日本の代表的な秘書地として世界に向けて紹介した成功海戦教師、アレキサンダー・クロフト・ショート、その友人の東京帝国大学英語教師、ジェームズ・メイン・ディクソンが、 休業状態に陥っていたカメヤを訪れたことがきっかけとなり、当時のカメヤの主人であった佐藤万平は外国人に応対する技術や生活習慣を学んだ。それを反映させる形で1894年にカメヤホテルがオープン。現在はこの年に万平ホテル創業という位置づけがされている。1902年ホテルを旧カルイザワ銀座から桜の沢に移転した。 また、名称を現在のペ平ホテルにし、本格的なホテル営業を開始した。1918年の初代、佐藤満平司教も、ペ平の娘婿であり、ペ平と二人三脚でホテルを作り上げてきた、佐藤国三郎が二代目ペ平を襲名。現在カフェテラス脇にある銅像は、国三郎である。現在の本館アルプス館は1936年に完成したもので、 設計は日光金谷ホテルも手掛けた、久米玄郎、志向は井上組である。1943年、太平洋戦争に伴い、軽井沢が外国人の強制疎開地に指定されたことを受けて、開戦当時日本と交戦状態になかったソ連と、トルコの大使館がマンペイホテルに疎開。2年後の1945年8月には、日本を占領下に置いた。 連合国軍の一国であるアメリカ陸軍第8軍の接種により全艦が営業を停止する。この時 GHQ の要請で冬季営業が可能となるように改造を施し連合国軍将校向け宿泊基地としての機能を果たした。1952年にアメリカ陸軍による接種が解除され通常営業を再開した。2000年代に入って2006年の毎日。 新、明治期に、東郷平八郎、大正期に、室尾再生や堀立夫、ウォルター・ウェストンなど、昭和期には、三島幸夫や、ジョン・レノンなど、多くの著名人が宿泊した、木造建築のため全室禁煙となっている本館、アルプス館をはじめ、薄い館、あたご館、コテージ、コンベンションホール、ザ・ハッピーバレーからなる。その他に、宴会場、会議室、売店、 二面のテニスコート、レンタサイクル、100台収容可能の駐車場などを完備している。また、館内には、マンペ平ホテル資料室がある。マンペ平ホテル資料室には、ホテルの歴史に関する資料や、調度品を、はじめ、1964年、東京オリンピック委員会からの感謝状や、1972年に、当時日本の首相であった、田中角栄と、アメリカ、 国家安全保障担当大統領補佐官のヘンリー・キッシンジャーが会談の際に座った椅子一家で秘書の上宿としていたジョン・デノンが気に入ったとされるピアノなどが展示されている敷地内には東急リゾートサービスと提携し万平ホテルが運営する全客室数22室の会員制リゾートホテル東急ハーベストクラブ軽井沢万平があったもともと、 万平ホテル契約機関として営業していた建物を利用して1989年7月14日に開業した万平ホテルとはホテル1階の通路で結ばれている2009年7月東急ハーベストクラブ軽井沢万平の営業を終了改装を加え新たに万平ホテル別館として営業を開始万平ホテル万平ホテル以外の株式会社 万平ホテルが運営したホテル上記念礼拝堂歴史の孔で触れた宣教師アレキサンダークロフト賞が設立した万平ホテル公式ホームページに掲載されている挙式場の一つ。同じくホームページに掲載されている挙式場である聖パウロカトリック教会、諏訪神社とともに挙式場を予約やホテルからの送迎が可能である近隣施設であり。 ホテル建設にあたっての工事監督を佐藤万平が施行主は当時の万平ホテルと同じ小林大蔵がそれぞれ務めた。ありがとうございます。